思えば初めてまみえたのは山の中だった。虎よりも恐ろしい巨漢、噂話もバカにならんと思ったぞ。それが気がつけば殿の親衛隊長、一番の信頼を得た側近になったってんだから、面白いもんだ。帝位はよ、すっごく強いのに、オイラにもすっごく優しかったんだぞ。一緒に殿を守ろうなって、いろいろ教えてくれてな。おいおい、何しめっぽくなってんだ。今日はあいつの思い出を魚に楽しくやろうってのが趣旨だ。そうですよね、殿。うん。あれ、殿までそんな感じですか。まあ、それならそれで。あの夜、主がおらねばわしの命脈は尽きていた。殿、ご無事で。アクライ、我が無双の盾よ。カク殿。お？カク殿の行方をご存知ですか。いや、残念ながら。そうですか。無理が効くお体ではないのに、一体どちらへ。カッカ様、今日はいい酒が入ってますよ。もちろんとびきりの美女もおります。それは魅力的なお誘いだね。お言葉に甘えて今からお邪魔しようかな。あとのことは全て託してきたからね。さあ行こうか。はい。人の性は儚くも美しい。だからこそ大いに楽しまなければね。こたびの活躍はお主なりの謝罪の意ということか。いいえ、技巧につき帝を超える権力を持つのは断りに反すること。私は今でもそう考えています。ですが殿のために力を尽くすという決意は変わりません。乱世の収束、そこへの近道は殿に天下を取っていただくことですから。ほう、お主の望みのためにわしを利用すると。そう取っていただいても構いません。ふん。王者の祭か。それやっておきました。全く精が出るね。机にかじりつくのも悪くないが、たまには外で派手にやりたくないか。義の誇る名参謀だった俺とあんたな、ちょいっとお忍びで戦場に紛れ込んでも迷惑にならんだろう。まあ、あんたが忙しいってんだったら俺一人で行ってくるさ。行きましょう。俺も退屈してたんです。こりゃたまげだ。あんたにやられるとはな。
長年のお返しです。前述が成功して嬉しいです。国軍が攻めてきた模様。長領だ。まさか合皮に舞い戻っていようとは。合皮に超文言あり、この符がある限り孫悟などを恐れるに足らず、いざ我に続け。いろいろあった戦も一段落、こうして三人で馬を並べて帰れるなんてな。この戦い、私にとっても貴重な経験となった。利天殿、そして学信殿にも感謝せねば。そんな、恐縮です。私こそ、お二人にどんなに感謝しても足りません。顔面な考えを捨て、仲間のために尽くす、それが勝利につながるのだと、よくわかりました。あれほどまでに一番槍に固執していた自分が恥ずかしい限りです。何の、私も少々不遜が過ぎる部分があった。それ言うなら俺も我慢が足りなかったよ。こちらこそ不仲をまた蒸し返してしまい恐縮です。あ、城が見えてきました。ここは私が先に向かい、到着を皆に知らせてきましょう。おいおい、一番槍はやめたんじゃなかったのかよ。いかにも。殿、リン万世参上しましたよ。うん、合皮の戦後処理が忙しい中よく来てくれた。利天よ、今日呼び出したのは他でもない、人民の統治をする気がないかと聞きたくてな。それって俺に第一線を離れろってことですよね。非常な命に感じるか。だがその感があれば民の心情を汲み取ることも易い。お主の適性を見て判断したまでよ。それに今のお主の状態からしても悪い話ではなかろう。やはり気づいていらしたんですね。うん、俺最近自分に嫌な予感しかしないんです。多分この先また戦場に出てもどこかで大穴開けてしまいそうで。ここで殿の言う通りにした方がいいって勘は言ってますけど、それ以上に仲間たちとまだ戦場に出ていたい。その思いが驚くほど強いんです。またうまく説明できてないですけど。利天よ、よくぞ申した。ならばお主の望むままに行くがいい。なんて言ったらいいか、俺あなたの旗揚げから
信じてついてきて幸せでした。おい、隠れて寝て出てこいや。え、はい、すみません、隠れているつもりはなかったのですが。まあ、縁おじ様、こんなところでお会いできるなんて。お嬢じゃねえか。あっ、こんなところはこっちのセリフだぜ。すみません、私ったらはしたない。お前、諸君の長妃の奥方になったんだろう。それがこの俺が取ったばかりの冠中をうろついてる。何が狙いだ。縁おじ様、私は森を散策していただけ。本当にそれだけです。そうかよ。ああ、じゃあそういうことにしてやる。本当、ジョーは変わらねえな。何の因果か、俺のせがれがお嬢にそっくりなんだ。こんなご時世でなけりゃ会わせてやりたかったぜ。ええ、私の子供たちにも。じゃあな、会えて嬉しかったぜ。はい、縁おじ様もお元気で。ああ、お嬢、帰ったら旦那に伝えてくれ。冠中は絶対に譲らねえ。この過去を明細様がいる限りってな。この剣士、天下の領地、義の未来のために失うわけにはいかん。いかに。ほうれい、これより活路を開いてまいる。もっと聞こう。それがし、引いて守れるものはなし。死の方、とくとご覧あれ。よくぞ申してくれた。宝徳殿、お頼み申す。承知。行こうというのか、どこへ行こうというのか。乱世はまだ終わってはおらんぞ。関羽は倒した。孟徳の波動を遮る者はもうおらんだろうよ。うん、お主の中の関羽をそこまでにしたのはわしかもしれん。孟徳、何を。確かに関羽は強く大きい男だった。だが、わしが混迷の世を戦い歩んでこられたのは全てお主あればこそ。我らの肌を己だけ先に降りるなどと言うてくれるな。らしくもない。一人では心細いというのか。安心しろ、電源は撤回だ。孟徳の命ある限り共に進むと約束してやる。感謝するぞ、加工という。
そうしてくれ。漢中は職に帰したが、慶州は五が奪った。劉備はその上ゆえに孫権を攻めずにはいられまい。劉公相討つまで兵を動かさぬよう諸将に厳命せよ。あと一通だけ書かねばならぬ。それが終われば休む。本当だな。ああ、天下は未だ定まらぬ。故に我が葬儀は古式に従うべからず。喪に服す必要はなし。将兵は持ち場を離れることなき、おのおのが職務を全うせよ。ひとときだ。ただひととき。見逃せ。殿、右分足いたしました。右近よ、それを事前の策というのか。は、確かにお主が降伏をすればそれが策だと誰も思うまい。しかし関は義に厚い男、投降した我らのため残り少ない兵糧を分け与えることでしょう。食料に窮し焦って出てきたところを撃つ、その役目はカコートン殿らに。だがお主の名声は地に落ちよう。この戦どこに落とし穴があるか分かりません。予想外の事態で殿の天下が遠のくことがあってはならぬのです。ルキン、お主はこのことは殿の胸中のみに。右近よ、裏切り者が元の主君の墓参りとは、あの世の父に名誉の回復でも願いに来たか。いえ、投降者には重き罰。軍規は厳格なもの、例外は許されません。武金よ、大義であった。父に代わって礼を言おう。はっ。よし、よし、だな。巨長よ。そう
妃様、どうなさっただか。お前を召し上げに来た。その経験を生かして我が近衛兵を率い、そしてゆくゆくは葬儀を支える猛者たちを育てるのか。おいらが育てる？うん、できんとは言わせぬ。不毛の地と言われたこの場所でこれだけの作物を育てるお前だ。人を育てることくらい朝飯前だ。人も畑も同じか。うん、ゾウヒ様、分かっただよ。おいらもう一度頑張ってみるだ。そういえば芝居殿、あんたはこの先どう動くつもりなんだ。まあ少なくとも宗妃殿が健在のうちはおとなしくしてほしいものだ。おっしゃる意味が分かりかねます。各家殿、純育殿、純優殿、皆あんたのように切れ者だった。今の葬儀は彼らが描いた未来図に近い。だがあんたは違う。宗王だと高い官位を誇示しているにもかかわらず、くすぶる野心を感じるんだ。あなたも私と同じ宮廷での地位にこだわらない方だと存じております。俺はそもそも後進、そのあたりには関係ないよそ者だ。だからこそ見えてくるものがあるんだ。あなたのような方がいる限り葬儀も安泰ですよ。この国の軍師はただ者じゃない奴ばかり。この芳醇さ、初めて口にするブドウ酒。遥か西からの品か。行為、僭越ながらこたびの義弟誕生を受けましての私からの献上品にございます。ふん、やるな。恐れ入ります。いまだ私の知らぬつてを持っているとは、中達。お前にはやはり脳がある。騙し討ちのように我が口に運ばせたのには、感心せんがな。これは大変失礼を。こちらは下げさせますゆえ、どうかお許しを。せっかくの祝いだ。このまま飲み干してやる。私の目が届くうちはお前は忠実な家臣であり続ける。そうであろう、忠達よ。もちろんでございます。ならば同じく野心を抱く者として見ているがいい。私が天下を一つに滑る様を。
ますか。あら、いらっしゃいませ。あ、すまん。酒を、あと住まいも適当に頼む。はい、少々お待ちを。礼を待ち。かたじけない。もしかして宗神様じゃないですか。いかにも。いや、久しぶりのご来店ですな。まさか葬儀の大将軍がこうしてお忍びで。天主、頼む。これ以上喧伝せんでもらえないだろうか。自分にはそのいろいろと立場がある。なるほど、承知でしたぜ。宗神様が若い頃やんちゃしてたこともこの親父の胸の内に留めておきますんで。それはありがたい。大井殿の活躍で我らは無事撤退できた。今宵はそなたをねぎらうため酒席を用意しよう。ならば皆私についてきてくれるでしょうか。もちろんだ。最後は大井殿一人にならぬよう猛者たちを揃えると約束する。それは楽しみですわ。この渇き、いつ癒せるのかしら。はあ、もう会いたくてたまらないわ。私の悪夢は覚めない。唯一望むものをこの胸に書き抱くまで。前の見送り以外何がある。いい加減愚問をそのまま口に上らせるのをやめろ。はっ、ありがたき幸せ。うん、まあいい。それでこそ我が友、乱世においてお前の正直一途な将は諸刃である。だが案ずるな、この総士官ある限りその純良さは宝刀のごとき価値がある。そこまでおっしゃっていただけるとは。士官殿のお言葉胸に刻みました。俺は宗家千里の駒、これより葬儀の未来を背に寄せ走り続けると誓いましょう。冷えてまいりましたわ。中に戻り。我が君、まさかお加減でも。信よ、案じることはない。
最高の調べに聞き入っていただけだ。我が君、義弟に安らぎを与えられるのは、永遠に傍らに咲く麗しき花、そなただけよ。ですわね。明るくて輝きに満ちていて、聞いているだけで励まされるような旋律ですわ。ですが、ずいぶん雰囲気が変わりましたね。以前は優秀な才を感じさせながらも、もっと優秀に満ちた曲調でしたが。そうですね。あの頃は乱世はただ悲しく残酷なものだと思っていましたから。でもその中にあっても懸命に生きる人がいる。未来を信じて戦う人がいる。私は時代に伝えたいのです。皆様に教えていただいた希望の光を。あなたのような米将軍がなぜひっそりと鍛錬など。部下たちの連兵の間に自らを同時に鍛えることなどできない。拙者は不器用なのでござる。ご謙遜。いや本当だ。拙者のような武骨者がやっていけるのは曹操殿、曹丕殿と名君が続いたからこそ、その強行に報いるためにもより一層の功績を挙げねばならぬ。それはこちらも同じこと。お前のような有能無視たる人材がいればこそ、この先も葬儀は中原の覇者として存続する。上皇、これからもその力を頼みにしているぞ。はっ、ありがたき幸せにござる。将軍、ご覧になっていますか。あなたから受け継いだ軍団はさらなる進化を遂げています。さあ美麗に優雅に。曹操殿の連兵、なんと激しい。この一糸乱れぬ動きこそが華麗な行使を可能にするのです。わかりましたね。はい。私もでは、磨きをかけた究極の美、ご覧に入れましょう。いざ
この罠は諸葛亮の赤兵八陣を元にしています。敵を惑わす構造は踏襲しつつ改良を加えました。ほう。ああ、うっかり壁などに触れないようご注意を。仕掛けが作動してしまってはことですので。うん、そうだな、気をつけるとしよう。通路そのものにも思考を凝らしました。奥深く入り込んでしまえば脱出は困難です。この複雑な経路にお前の罠が合わされば五軍もたまったものではないだろう。ところで我々はどうやってここから脱出するのだ。この罠の弱点を見極めるため芝居殿に脱出を試みてもらおうと思っていました。いいだろう。我が希望を持ってお前の自信作を暴いてやる。楽しみにしています。我らの未来のためにもぜひ華麗に解き明かしてください。